おはようございます。おはようございます。イベントのお知らせがあります、はい。11月の 1,2,3 に集合展というのをやります。それと、盆栽王のフェスがあります。それが11月の 23,24 にあります、はい。ここでやります、はい。自分が、蜂の教室やります。やるんだ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。で、今日やる素材ですね、うん、が値上がりシリーズですね。値上がりシリーズ、はい。一つが獅子頭。獅子頭これ珍しいですよ ね珍しい。獅子頭自体珍しいのに未生ですからね。獅子頭ですから差し引き効かないんで、だからもうそれでこれだけね値上がりになってってことはかなり年数が食ってると思いますよね。面白いですね。面白いと思います、はい。これがだから週賀で売ります。持っていきます、持ってきます。で次はこちらですね。こちら値上がりの黒松です、うん。これも週間で持っていきます。なるほど、はい。この2点を植え替えようかなと、はい、はい。よろしくお願いします。お願いします。これからよくはな獅子頭から、はい。これいいですよ ね いいですよね。で上の葉っぱ、うん、もう汚い葉っぱだけ取って、枝は別に邪魔な枝はねないと思うんです。で下手に取るよりもねこれでモコモコしてた方がいいと思うんで、うん、上のこの汚い葉っぱだけ取ろうと思います、はい。あとは汚い葉っぱだけなんですよね、うん。だからこの葉っぱだけいらない葉っぱだけ切るだけ。そう、枯れ枝こんなもんかな。でちょっとほぐしていきます、はい。根っこはちょっとどうなってるかわかんないですね。秋の植え替えの時期なんでね結構まあほぐしていいと思うんですけど、獅子頭なんで、うん、あんまり根っこは切りたくないんです。ちょっと弱い種類なんでね、はい。だからほぐす程度で水やって、これだからえ櫛か、あびっくりした、ね、いや差し木かと思った。これがあるからえと思って、櫛が入ってました。あ、そうそう、支え棒ですよね。植え替えた後ももしぐらついてるようだったら、うん、鉢の上に櫛かなんかね、こんな何でもいいですか、刺して固定しておくと安定はしますよね。だからこんだけ根っこあれば平気だと思うんですけど、はい、はい。問題は鉢ですよ。鉢、あ、間に合えばよかったね、コラボ鉢がね。ああ、それ、うん、でも合うかな。盆栽王のフェス用に2人で今鉢を、はいはい、うん、ね、合作してるところですよね。そうです。1個1500円ぐらいの、そうですね、安い鉢を作ろうと。そうそうそう、コラボ鉢を。で、うん、そうね、100個頑張れば、はい、目標100個ね。目標100個だけど、うん、はい、今まだ30個ぐらいしかできてないので、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、はい。で問題は鉢ですよ。獅子、はい、頭って値上がりなの？値上がりでしょう。浅い鉢が多いんだけど、うん、ちょっと元だけ掃除します、はい。歯ブラシ万能ですよ。万能歯ブラシ。歯も磨けるね。ちょっと気になった時は泥だらけで。どうした、取っていいのかな、これコブみたいな。これ多分縛ってある紐のだと思うんですよ。あー、中屋みたいな。そうだから取っちゃって平気だと思うんだけど、怖いんだよ、バチバチ言ってんすよね。怖い。取れた。そうだ、紐だやっぱり。紐か。なんか縛ってあったみたい。紐だ。結構面白い。これはなんかちょっとテイスト変わりましたよね、マルコさんの鉢ね。これ本当だ。だいぶ変わりました。マルコ鉢。マルコさんじゃない人のもあるので、ちょっと。なんて読むのこれ。なんて読むんですかこれ。ウサギ？あ、長寿。長寿？実は子供、違う違う、それは違う人、これが、ま、ま、待ってるのがこれがマルコさん。あ、いや一緒に僕と同じ名前やってんの。あ、合作一緒にやってんの。これはこの人がやってんだけど、一緒に売ってた鉢の候補。うーん、で、あとこんなの、こんなの面白い鉢は面白い鉢だけどね、色がね、赤くなった時。そうですね、そう。でも、ま、うん、紅葉しますからね。もうちょっとマットだったらね、これいいけどね、穴がちっちゃいんですよ、うん。これ色いいですよね、うん。ちょっと一回合わせてみますか、はい。じゃあ前がどうだ、こっちが前ですね多分ね、うん。こっち後ろっぽいですよね。よいしょ、丸めてギュッて。ああ、いいね。あ、いいかもしれない。あ、もうちょっと斜めにした、こうどうです、悪くないですね。いいですよね、うん。赤やってみますか、ちょっと一応もうワンサイズ大きい、はい、ちょっとでかいか、ちょっと大きい、うん、うん。これぴったし合いそうですよ。あ、そう、うん。
見た目、ああミニでいいね、ミニっぽくていいね、色もいいだろ、色もいいな、止めるときに、うん、そう、ね、そのグッとグッとやらないとダメだよ ね、これじゃ大きいんだ、これじゃちょっと大きいんだね、うん、これジャストサイズで、これ可愛いんだけど、これいきますか、ちょっと根っこはこれだとね、結構これは一層さ、磯さんちょっと色が濃すぎる、うんうん、しつこいかな、しつこい感じになるね、うん、平凡な感じではなるんだけれど、うん、安全じゃ安全だ、安全は安全だったよね、でもいいっすね、かわいいよ、うん、この形だと、うん、こういう感じ、うん、うん、豆でいくか安牌でいくか、じゃこっち入れますか、はい、まどこさん使います、使います、じゃあ、はい、網止めていきます、はい、はい、止めますね、はい、いつもの通り、はい、止めました、はい、ちょこっとだけこの粗いねやつを入れたいと思います、ほんとちょこっと、もうちょっと少なくてこのぐらいね、で、あとこれで中間のやつですよね、はい、中間の粒を入れて、で、いつものようにマグアンプ入れます、こんぐらいね、ちょっとだけ、こんぐらいちょっと切りたいです、さすがに、あとは丸めて植えます、ギュッと、はい、じゃあ止めます、よいしょ、ちっちゃいね、ちっちゃいですね、よいしょ、はい、止まりました、うん、で、この根っこ、うん、飛び出てるのちょっと邪魔なんで、どの根っこ、これで、これ今見たら、うん、下にある根っことあんま関係なかったんで、はい、切っちゃいますね、はい、で、出っ張ってる根っことかもここで取っちゃいます、はい、はい、じゃあ土入れてきます、はい、私も1個買っちゃおうかな、土かしら、いいんじゃないですか、珍しいよね、珍しい、いやというかないですよ、初めて見ました、こんなの、最初パッと見た時になんかカエデかなとか思った、ああ私葉っぱ的に、なんかあるじゃん、たまにカエデの根、ね、上がりね、うちにもありますよ、お値段は言えたりするんですか、いや自分じゃ大体わかるでしょ、でも大体わかる、まあ安くてっていうかいいやつだと高いけど、うん、まあ、一番最低が5000円とかだと思う、あ結構しますね、しますよ、だって獅子頭自体だって、まあ、高いもんね、高いですから、よっぽどひどいのだったらそれ以下いくと思いますけどね、うん、もうとんでもないのだったりとかすごいグラついてるとか、そうですね、でこうやって植えちゃうと8台も入るからね、そうだいぶつつけましたけど、であとはもうこの細かいので、はい、3種類、あ、はい、あ、すいません、はい、それと、はい、はい、あります、これがみじんかな、一番細かい、ちっちゃいやつね、どうぞ、完成、はい、完成です、おいいね、いいですね、じゃあ後ほど苔貼って、はい、はい、じゃあ次はですね、はい、黒松、はい、これも根上がりなんですけど、まあ、先ほど同様ほどいていくんですけど、その前にちょっと葉っぱのね、うん、整理をしたいなと思います、はい、目切りした後でこれが去年の葉っぱですよね、うん、この長いのがね、うん、でこの真ん中から出てるのが新芽で今年の芽、はい、細かいのがいっぱい出てます、でこれもうね、こういう脇こういうとこからも出てますからね、うん、あとこういうところのとこからも、こういういらないのは取っていきますから、はい、はい、まずはフルッパーを落とすと、フルッパーをとりあえず上に引っ張って、でこれ結構気をつけないと新芽も取れたりするんですけど、皮も ねあんまりまとめて引っ張ると、そう皮もめくれちゃうんで、だから一個一個様子見ながらゆっくりと、でこういう葉っぱたまにあるじゃないですか、うん、はい、分かります、こういうのちょっと色ついてる、色ついてる、これは虫食ってるとか病気だったりするんで、うん、こういうのは見つけたらすぐ取った方がいいですよ、消毒もした方がいい、新芽を食う、ね、虫とかもいますからね、どうしたこういうことがありますからね、到着した、到着しました、まとめてやっちゃった、
でこういう元から出てるのも取りますね。こういらないとこね。それも取っちゃう。これも取っちゃう。取っちゃいます。いらない。いらない。あと一番いらないのはこの下ですね。これね。わかります。うん、これいらないです。曲線の内側だから。そうですそうです。見えないじゃないですか、木がね。値上がりの魅力っていうのはどういうところですかね。迫力があるってことじゃないですか。あと年数食ってるのが目でもう分かりますよね、一目でね。古さとかってやっぱ幹肌とかは分かりますけど、やっぱこう根っこを上げてっていう作業だと、元はこれも多分ここまで埋まってたってことじゃないですか、うん、ここに根っこがあるってことは ね、それを上げてってるわけですから、あ、そういうところで古さも見せれる、そう、うん、そうそうそう、分かりやすいんじゃないかなとは思いますよね。一般の人が見てもわって思いません？値上がりだとすごいって思う ね、値上がり。はい、終わりました、掃除が。はい、もうこれの時点でもう綺麗ですね。そうですね、綺麗ですね。この裏枝がちょっと、うん、ね、重いような気がするんです、これあるとね。ちょっと輪郭からはみ出てる感じがする ね、だからこれ取っちゃえばいいんじゃないかなって、うん、で、今度は根っこほぐしていきます。はい、松なんであんまりやんない方がいいですよね。だ、角を落とすぐらいかな。根はそんなに切らない、切らないことですね。秋の植え替え、秋の植え替えは小野さんは結構やってますか？もう何でもやりますよね。何でも植え替えちゃう。花が咲いてたりとか、実も安定してたらもう植え替えちゃうし、うん、よっぽどじゃない限りは植え替えちゃいます。そうか。で、この白いのは矯正菌なんで、うん、これはあんまり取らないようにして。菌根菌、菌根菌かってやつですね。俺でもやっぱこれもちっちゃい鉢に入れるんでしょ。まあ入れたい。なかなかね、小白洗うっていうのも斬新ですけど。斬新ですか。まあ土を落とすから、うん、これに合う鉢ですよね。鉢結構ね、ありますよ。今持ってきてもらったんですよ、手で、うん、うん、これなんか足が穴開いてないんだね。急須の本当のやつですよね、多分ね、鉢サッカーじゃない人が作ったじゃない。ここら辺、太鼓鉢とか合わせてみて、いろいろあっていいですね。ね、こんだけあるっていうのも幸せなことかもしれない。ホイッソーさんの定鉢だ。珍しいね。珍しいですね。どれにしましょう。パッと見、それはね、かっこいいですよね。これがギリだなと思って。どう、どうです、かっこいいよ。上が小さいじゃないですか、うん、なのに下が大きくないですか。そう言われたらそうかもしれないです。なんかね、許せない。許せなくはないですけどそうするとそれよりちっちゃいのでいくとこれぐらいしかない。そうですよね。これか、これじゃもう全部大きいもんね。根っこの関係でよっギュッて入れや、あ、まあさっきよりは、うん、良くないですか。悪くないですね。悪くないですね、うん、じゃあこれに植えます。サイズが一番ぴったりだと。ぴったしだと。はい、ちょっと長いのを切ります。はい、じゃあ、ね、先ほどを入れていくんですけど、松植えるんでちょっとごめんなさい、足しますね、うん、あの切り渦を。はい、そこだけ切り渦を多めにして、うん、で中間はそのまんまで切り渦多めじゃなくてもいいと思うんです。鉢が小さいんでね。はい、なんで切り渦を増やしたんですか。切り渦を増やしたの、水はけが良くするためですね。うん、漂白だから。漂白だからちょっと割合増やした。そうそうそう、だから出物に植えるのもやっぱ水はけが良くするためにセオリーとしてね、うん、出物に植えるっていうのがありますよね、はい、松はね。じゃあそこに、あ、奥ほど長すぎた。はい、入れます。で、マグアンプ系は同様に入れます。細いな、入んないんで、入んない時は差し口とんがらしてるとすんなり入るんで、ギュッと。で、ぐらつくんでね、元に留めた方がいいですよ、こういう場合は。元っていうのは、元っていうの、根っこの一番の元、太い、こういう端じゃなくて、右側の方。そうそうそう、そうです。そう、だいぶ、うん、上はね、動きますけど根っこは安定してるんで、はい、はい、これでじゃあ土入れていきます。入れる時もね、だいぶ土を落としたんで、はい、ギュッと奥に押し込む感じで、うん、こんだけやってもね、大丈夫かってよく聞かれるんですけど、全然平気ですからね。何を
根っこが大丈夫なのかって枯れないんじゃないかって、つついて逆に土が奥に入ってない方が水が、ね、行き届かないんで枯れちゃうんで、たくさんつついた方がいい、ね、たくさんつついて減ってきたらもう一回入れます。はい、はい、じゃあ一番最後にこの表面のね一番細かいの化粧図なんです。はい、完成です。完成、うん、いいね。いいですよね。かわいい。じゃあこれも苔貼って、苔貼ります。いきましょう。しばしお待ちを。はい、完成。完成しました。はい、どうでしょうか。いや、素敵ですね、どっちも ねすごいですよね。値上がりで、値上がりで、うん、だ植え替えるとこんだけ良くなる素材を、まあ、どっちかで売るんでね、売りますんで、ぜひお求めください。このまずお値段は言えます？苗木ですか？苗木の状態で植え替える前、3500円。お安いかと思います。でこのぐらいのね、鉢に植えて値上がりで作って、うん、こっちですね。やっぱ今回すごい変わってるのはここに、獅子頭、ここにね、あさみさんがひごきをちょっと入れて、古さをね、演出したという、憎い憎い演出で、はい、キノコ買ったんだよね。あ、何キノコだって。キノコ、わ、すげえ。陶器のキノコだ。え、めっちゃいいですね、これ。面白い。え、誰、マルコさん。違う違うの。違う人だって、ボンクライチだから。今のボンクライチで買ったんですか。面白い。あ、いいいいですね、これ。欲しい。面白い、面白い。コナラとかね、生えてくるもんね。うん、本当は赤松に松茸とか、ね、あー、なるほど、なるほど。黒松だからね。なるほど、面白い。へー、こういったものも。これは売ってないでしょ。これは売ってないか。これ売ってないけどね。はい、はい、面白いですね。はい、うん、はい、じゃあ最後に、盆栽オノフェス、はい、いつからでしたっけ。11月の23、24ですね。24、はい、場所はここで、場所はここです、はい、でやるんで、ぜひ、まあ、詳細のことはね、後々いっぱい出てくると思うんで、まあ、気楽会さんとか、ボンスキー場さんとか、はい、意気消石さんとかが参加してくださる、はい、参加してくれます。豆盆栽の祭典、祭典です。祭典ですっていう言っちゃって大丈夫ですか。ダメそれは大丈夫です。大丈夫です。豆盆栽の祭典ですので、祭典ですので、小さい盆栽好きな人はぜひ、はい、遊びに来てください、ね。苗木も500円のものからね、安いものが売ってるんで、うん、気になる、ちょっと手伸ばしてみたいなっていう人もね、ぜひ、いいと思いますね。ね、来てください。はい、あと豆鉢ね、はい、いっぱいあるんで。もう多分日本一あるんじゃないですか。日本一あると思う。多分その時は、うん、ね、と思うんで、ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。